こんにちは、逃走中のハンターの人だ。舞台はここバー舞台袖二足のわらじ。ゲームマスター加藤慎之介の指令のもと笑いを取る。笑いが取れなければゲーム失格となる。取った笑いの数に応じて票を獲得することができる。それがラフォワフォーテ投票中。果たして笑いを取りお客様票を獲得することができるのか。ネタが始まった。いや、今日は可愛らしいお客さんが多い。そちらからべっぴんさん、べっぴんさん、一人飛ばしてべっぴんさん、べっぴんさんのパサリ打ちだ。一発ギャグ。変なおじさんだから、変なおじさん、変なおじさんだから、変なおじさん、このお客さんに未来を定める。変なおじさんだから、変なおじさんだふんだ。桃太郎を呼びます。昔昔あるところにおじさんとおばさんが潜んでいた。おじさんは山へ芝刈り、おばさんは川に解き放たれた。おばさんが洗濯していると川上から流れてくる大きな桃。桃はおばあさんに見つからず逃れられるのか。見つかった。メールだ。ミッション1、自首を選択し、ゲームから離脱せよ。自首を試みる。このゲームは自首が可能。エリア内に設置されている自首ボックスの中から物ボケを披露し、笑いを取れば、その時点で獲得した笑いと風穴開けれず3票を持ったままリタイアができる。ただし、笑いが取れなければ即失格。魚雷二倍速は二足のわらじ、出禁となる。果たして、運命やいかに。ありがとうございます。ごめんね。ああ、ごめんね。ナマコだ。今日のネタに入りきらなかった一発ギャグを含めて動画配信サイト GTT に見逃し配信中。魚雷二倍速の TikTok をチェックだ。ありがとうございました。